さあここでですね、うん、お雑煮が完成したようですよ。クールポコさん、あー来たよー、うまそう。あ、本当だ、そのやつ、あ、じゃあいい、すごいいい匂いの。テレビでただただお雑煮食べるってすごいですね。美味しすぎる、うん、あ、うん、どう渡辺、あ、重くそ食べてたね。すごいお餅みたいで、あ、お餅なんだ。お餅が美味しいです。すごいね、クールポコがスタジオの端っこから笑顔で見つめる。なんだこれ。よっしゃ、じゃあいきますよ、はい、せーの、よいしょ、明けましておめでとうございます。マスいけるんすか。マスいけます、もちろん。皆さんのますますのご発展を願って回しますからね。よいしょ、よーし、よいしょ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 、いつも以上に回っております。よいしょ、よいしょ、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。マギシ、どうだった。私ですか、うん、あ、見てた。見てましたよ。スナックのママみたいな。見てましたよ、見てましたよ。よかったです、クールポコさん、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。よーい、スタート。さあ、分かった方が。ちゃんとアイドル番組っぽいじゃん、いいじゃない。分かったら挙手して答えてくださいね。ちょっとした、ちょっとした動いてる、あ、動いてる、動いてる、動いてる、ちょっとした、ちょっとした、あ、今ちょっと後ろ伸びてる。後ろ伸びてるよ、後ろ触ってる。待って、頭触りました。頭触った、うん、頭あった、今目が見たね、頭触ったね、頭触ったね。川田負けちゃうよ、頑張って。あ、いた。さあ、答え分かったら、答え分かったら挙手してください。はい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 、はい、いいですか皆さん、はい、箱の中身はこちら。あー、おー、いいね、おー、いいね、いいね、いいね、おー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 、どうしようもくれた、リアクションが、リアクションいいから。なんだお前、なんだお前、なんだお前、手出してんの。よーい、スタート。で、奥奥奥奥奥、そう、奥奥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 奥ちょっと待って、ちょっと待って、これはこれはこれは尋常じゃない。うん、うんこしちゃった。尋常、終了。では行きましょう、しっかり目見て、こっちの目だけ見て、目つぶって眠って、スッと近抜ける、スッと近抜ける、スッと抜ける、スーッと、そう、どんどん抜ける、スーッと抜ける、そう、どんどん力抜ける、スーッと抜ける。でんぐり返しじゃん、本当に。そう、このまんま見て、眠って、スーッと力抜ける、スーッと力抜ける、どんどん行きましょう、眠って、スーッと力抜ける、スーッと力抜ける、スーッと、そう、このままキープ、すごいな、え、眠って、スーッと力抜ける、スーッと力抜ける、スーッと、そう、このままキープ、見て、眠って、スーッと力抜ける、スーッと、繰り返しで、スーッと力、そう、体中の力全部抜けるよ、そう、見て、眠って、スーッと力抜ける、スーッと、198753、スーッと、ピッツ、おはようございます、はい、おはよう、はい、おはよう、坂本か、うわ、はい、大丈夫。それはそうだわ、はい、もっと強烈的にかかってもらいたいので、もう一回だけ眠らせます、
眠ってスーッと近づける。さあスーッと近づける。ミホミホ大丈夫だ。ミホスーッと近づける。どんどん抜ける。さあもう一回数えるよ。198-7-6-5-3-0。頭の中とっても気持ちいい世界に行っちゃえ。スーミホミホ。テレビでお行儀悪い。テレビでお行儀悪い。さあ3つ数えるとあなたたちは椅子に座った途端体が全く動かなくなってしまうよ。1つ2つ3つ。おはようございます。はい、おはよう。はい、どうぞ。はい、座って。座ったよね。もう動けないでしょ。ほら体全部動かないよ。動ける。動けない。動けないでしょ。もう動けないですよね。立って立って立てないでしょ。どうですか。いやいや、俺にどうですかと聞かれてもね。え、彼女もうこの変な体勢から全然動けない。しんどいでしょ。クミクミクミ、お前何だその体勢は。支えを付け加えるよ。あなたの手、磁石、磁石の S 極、 S 極、磁石の S 極。そう、あなたたちの磁石はどんどん磁力が増していく。どこかに N 極があるかどんどん探す。そう、はい、N 極はこれ。サーベさん、サーベさんの頭 N 極、ほらここにあるよ。怖い怖い怖い、助けて、痛い、先生、100倍、見て、みんなの感情反転するよ、ほーら、反転しましたよ。先生、あの後ろに一人また同じ。かかってるね、こういう子がいるんだよね。怖い竹山、怖いよ、勝手に。そっち今やってないから。いい感じですね。そっちやってないの、はい、ね、勝手なんだもん。いやいやいや、もうね、勝手にかかってるよね。勝手にかかっちゃってんだよ、ね、怖い。佐々木ミレイは怖いよ。かかっちゃった。みんなあまりにもやっぱ先生の子を操られちゃって怖くなっちゃったね。さあ、はい、どうしました。一番やべえの後ろにいますよ、はい、もう悟りが開けた顔してるから弟子入りするじゃん先生がもう。そしてミレイが泣くのが面白かった。大丈夫、はい、大丈夫ですか。怖かったね。ね、見れないですか。先生のこと見れないね。先生ちょっともうミレイの前には二度と現れないで。すいません。すごい上がりました。まあね、上げてけ言うぐらいもね。言ってましたね、うん、高本も。なんかあの頃の輝きを取り戻しました。どの頃か分からんけど。けどもあの頃楽しかった。他のメンバーも楽しかったね。よかった。ここはあのミレイも笑ってますからよかった。よかった。怖いのなくなったね、ここでね。いやー、ということでまた機会がありましたね。ひらがなだけでね、行いたいと思います。ということで以上、ひらがなだらけの大新年会でした。